私は最近切り抜きでひろゆきさんと奥さんが大好きになりました。話は変わりますが、ひろゆきさんは前世、来世とを信じますかいいえ。もしあるとしたら奥さんとどのような関係になりたいですか特になんもないっす。<laughs> いや、僕前世とか来世とか信じてないので、ね。 もし前世とか来世があるのであれば人類の人口って一定数から変わってないはずなんですよ。でも、ね、人類の人口増えてるわけじゃないですか。人口が増えてるということは人間じゃないやつから人間になったやつが結構いっぱいいるってことなんですよ。いや、もともと1万人人間がいました。で、人間2万人になりましたってなったとしたら、それって、まあ、1万人死んだ、その1万人は人間になったんですけど、残り1万人いて人間以外から人間になってるじゃないですか。 だ多分そのゴキブリから人間になりましたみたいな人がいるってことなので、やっぱたく微妙だと思うんですよね。なので前世来世の概念っていうのはちょっと設定として僕は間違ってるんじゃないかなと思います。